はい、こんばんは。とりあえず、すぐみ、すごいのけぞり、長太郎みたい。とりあえず、ここまで組んでみました。で、今回ね、部品数が多分半分以下になってるかもしれない。今までの、レッドミラージュとかブラックナイトとかいろいろ作ったんですけど、明らかにあっちゅう間にここまで組めちゃったんで、明らかに楽。あと今回からアンダーゲートが採用になりましたね。アンダーゲートが採用になったのと、部品数がとにかく少ない。あと今回ももちろん100%接着なんですけど、なんだろうな、ダボ穴っつうの 合わせてから後から裏から流せるようになってるとこが多いから、一旦仮組みしてとか、裏からちょんと一滴つけといて また後でバラすとか ちょっと無理だ、できるかも。ちょっとむせてすいません。でね、今回この紫何箇所か塗るようなんですよね。例えばこのこういうとことか あとこれシールドなんかも4色3色4色ぐらい塗るようなんですよ。デカールも入ってないんで。なので、この紫だけはちょっと色を塗らないと、結構足りない場所が。ちなみにシールドこういう感じになるんですよ。黄色黒でしょ？紫入って、ここがブラックかグレーか。あとこの肩のとこも。今回は色分けがされてないんで、部品数減らすためになのか。ほら、ここ裏側とか、裏側はまあ墨入れでごまかしてもいいけど、ここは塗りたいよね。というのもあって、っていうかね、このね、説明書フォルダマジすげえいいよ。これ動くしね、自由自在に動くし、こんな逆バンクにしても落ちてこないしね。ほんとこれやりやすい。思った以上にすごい。こうやってテーブルにどこでも固定できるし、ちょっと話それましたね。でだ、多分ここの紫のとことかもまだ接着してないんですよね。この胸周りもまだ仮止め。これも後からだとはめられないから、とりあえず仮止め。で、俺も素組軍団なんで、白の部分は墨入れと艶消しでごまかす予定で、この紫のとこだけ塗ろうかと思います。エアブラシでやるか、どうしようかな。ここなんかは筆でやるようだよな。マスキングしたってうまくいかないし。筆で塗って、際を墨入れでごまかすみたいな。で、ほら、同じ色、これと同じ色を作れないんで、この紫の色は、あとね、あとかかとの紫しかないんですよ、ランナーが。4つしかないの、紫パーツが。この4つだけ。なんで、ちょっと青っぽい紫にして、オリジナルカラーにしようかな、みたいな。検討中です。
結構いいと思うよこれ。で足関節はね、いつも通り固定関節と可動関節は選択式です。とりあえずなんだろう、このパーツ数から見てね、ガンプラでいうハイグレード並みかもしんない。本当にハイグレード並みの、ちょっと重めのハイグレードぐらいな、軽めのマスターグレードみたいな。あとなんだろう、ランナーのほらあっち行ったりこっち行ったりするんじゃないですか。それも気使ってるからね、同じランナーでずーっとこう組んでってみたいな、そういう組みやすさもあります。以上、またちょこちょこ上げていきます。